はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で GO プロフェッショナル2やっていきたいと思います。まあ、実はこれやり直してんですけど、ね、1回やり直して2回目です。2回目の挑戦なんですね。まあ東海道線にはなあった気がするけど、まあ結構通過すんの、まあ、とりあえず。天出発急行岡山発車。押さないでくれよ。あ、凝ってんですよね。制限45。バック時44分だ。政権45。JR をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はパリンライナー17号高松駅です。停車駅は瀬野制限60政権60終点高松です。携帯電話は周りのお客様をご利用となりますので、スピード上がっていかないもん。皆様のご協力をお願いします。ここ上がっていかなくなる。次は瀬野です。第二閉塞進行。こんな感じ。ちょっと落として。第一閉塞進行。あと20。場内進行。6 4 3 2 1。大本通過定通。また定期、また通過駅。今運転してる車両か。第二閉塞進行。まあこういう感じだね。制限解除。第一閉塞進行。どうなる？見て倒しておきゃ大丈夫でしょう。以前西市通過2秒途中。制限解除。何が制限解除？第2閉塞進行。制限解除。場内進行瀬野停車停止位置共通。ポンドポンテポンテポンテブレーキかけて、
感じ。あと20。停車、定着。妹に尻尾で洗脳って言うんだ。こじめ天出発進行洗脳発車。あ、ここで何キロくらい出せばいいかだよ。いいんだよ。密中三島通過6秒疎通。6秒ぐらいだったら大丈夫かな。第一計測進行。宮島を通過するときに制限箇所があるの。制限が10個。場内進行。早島通過1秒疎通。制限10個。制限50。制限解除。でまた制限解除でしょ。第一あの段にはちょっとおかしいなって思うんですけど。好きか。ああ場内進行。ダメか。犬原通過4秒疎通。なんだろう。で、ボーナス取れないんだ。第一計測進行。150のところで制限不調が。第一場内進行。ご乗車ありがとうございました。茶屋町です。この方面はお乗り換えです。忘れ物を。第二場内進行。茶屋町停車停止位置共通。こういう感じ。制限50。あと30。あと20。あと15。
茶屋町停車定着。あれ電車変わってるし。こじめ天出発進行茶屋町発車。で制限45になった。制限45。制限45。制限解除。次は小島です。さあ何キロくらい出せばいいかって。第二閉塞進行。85キロくらい出しておけば大丈夫だと思ってな。第一閉塞進行。あ、この辺でどうでしょう。場内進行。上まで。上松9番5秒疎通で隠し系って決まらないんだ。まあこんな感じで第一閉塞進行。長いトンネル。場内進行。1、2、3。通過3秒。9秒引っ張れ。第一閉塞進行。まあこういう感じ。あと20。今停車定着しました。この先よろしくお願いします。了解いたしました。ここで運転士交代。で運転免許。わ長いな。小島発車。
次が境で、瀬戸大橋進行、第20閉塞進行、いわゆる150キロは第19閉塞進行、結構長い距離なんでね、小島から境出ると結構第18閉塞進行、まあ実際はもっと長いのかもしれないですけど、実在する路線はねもっと長いと思いますけど、第17閉塞進行、まあ第16閉塞進行、第15閉塞進行、第14閉塞進行、マスコンレベル5でね、走りっぱなしだけなかなかスピードが上がらないから、第12閉塞進行、第11閉塞進行、で勾配なし、第10閉塞進行、第9閉塞進行、勾配なしって第8閉塞進行、第7継続進行、政権75、第6継続進行、660、第5継続進行、665ってどのぐらい、第4継続進行、制限70、制限解除、制限解除、第3閉塞進行、落下線115のところで制限70、
70制限解除。あ、第2閉塞加速ミスるとこうなっちゃう。すごい。第1閉塞進行。まあこういう感じ。あと15秒ぐらい。あと25秒。停車定着。次が126ページ。わ、長いな。こんなに止まって。発車。制限解除。次は終点高松です。あ、そっか、もう高松に行っちゃう。第2閉塞進行。まあ、この第1閉塞進行ね。コンテナまた綺麗に並んでいます。場内進行。第1停車の進行。次か、鴨川か。場内進行。3秒走通。制限解除。あと30。第1閉塞進行。ここがね、なかなかスピードが出ない。場内進行。通過で通過して第2停車進行。早く帰ってたの。
継続進行。場内進行。場内進行。これは分かんない。500m 気になるとせ50km せ分かんない。ちょっと落としとく。第2場内注意、停車停止位置共通。 JR をご利用くださいましてありがとうございました。まあこういう感じで、気に入って
停車定着。はあ、よかった。レッドで9票もらえる。まあ、こんな感じです。で、エンディングです。で、運転評価。ああ、大丈夫かな。118点ぐらい。ああ、114点。まあ、こんな感じ。あ、コロットに運転できる票が増えた。まあ、こんな感じで。終わりですかね。で、セーブして終わり。はい。といったところで、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。